どうも皆さん、こんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい、今日も新作映画1本ご紹介したいと思います。ということで、クロムスカル。はい。もう皆さん大好き、トカナ案件でございますよ。名称はエクストリームと変更していますけど、僕のチャンネルを律儀に視聴してくださっている何かしら精神に問題のある皆さんなら、もうおなじみですよね。トカナ、名称を改め、エクストリーム。それにしてもエクストリーム、最近は精力的に映画を制作したり配給したりしてくれていますよね。ここ最近だけでも「食人族 4K リマスター無修正完全版」をレビューしたばかりですし、「妖獣キタン忍者 VS シャーク」やら、三茶のポルターガイストも制作していますし、さらには「デス NS」とか都市伝説系の映画で岡室さんなんていうのもレビューしましたし、あとセルビアンフィルムとか、とにかく月に1作以上のペースで映画館にかかってますよ。今後は「コロニアの子供たち」という作品、あとね、先生「口裂け女です」っていう作品も控えていて、今週から公開したエクストリーム配給作品が本作「クロムスカル」というわけです。といっても、この「クロムスカル」2009年に制作されたアメリカ映画なんですね。もう14年前の映画なんで、今更なんでとは思いますけども、80億円もかけて大爆死するどこぞの「セイントなんとか」よりは、こういうゴミ映画をサクッとセンセーショナルにパッケージングして流した方が賢く儲かるというわけなんでしょうね。先日レビューしました「食人族 4K リマスター無修正完全版」なんて、ゴールデンウィーク中も完全満席でしたからね。で、このクロムスカルなんですけども、何でも本作は前編に繰り広げられる過激なバイオレンスの数々が世界中でカルト化し、続編も制作される人気作となりながら、あまりに強烈すぎる残酷描写で、日本の配給会社やビデオメーカーが上映やリリースを躊躇して未公開となった伝説のスプラッターホラーだという、そんな触れ込みなんですね。14年も封印されていた映画という体にはなっているんだけど、実際はこんなクソ映画こけるに決まってんじゃんってね、当時は思われていたに違いないんだと思いますけどね。どうなんでしょうか。エクストリームは見せ物小屋商法を得意としてますから、まさに本作はうってつけのコンテンツでしょうね。よくぞこんな映画を発掘してきたもんだ。確かに予告編を見ると B 級ならではのいかがわしさと、なんだかよくわかんないんだけど、すごそう感が半端ないですからね。まさに悪趣味おじさんホイホイな予告編じゃないですか。どうせね、どうせゴミ映画だと分かっているけども、こういう予告編に僕みたいなおじさん弱いんですよね。気がつけば公開初日にヒューマントラストシネマ渋谷に足を運んじゃいました。それにしてもどんだけ通い詰めているんだ、ヒューマントラストシネマ渋谷。前回レビューしたフリックスアウトもヒューマントラストシネマ渋谷でしたからね。なんか年間ここね、なんか週に1、2回は行ってるような気がするんですけど、最近はテリファーがホラー映画界隈ではちょっとした話題になっているのを皆さんご存知でしょうか。来月にはテリファーの続編が公開されるんですけども、それに合わせて現在日本では未公開だった1作目が劇場公開されているんですよ。テリファーの1作目は僕のチャンネルでもレビューしていますので、ぜひチェックしていただきたいんですけども、概要欄にインデックス欄がありますから、そちらからテリファーのページに飛ぶことができます。テリファーのね、レビュー動画に飛ぶことができますので、ぜひチェックしてください。この1作目のテリファーなんですけど、やりすぎゴア描写が話題で、内容はね、ストーリーはクソオブクソなんですけど、人体損壊シーンだけは本当ね、めちゃくちゃすごいんですよ。そういう意味で本作「クロムスカル」もテリファーと似通っている部分があると思います。クロムスカルとは無差別に女性を狙う謎の殺人鬼の呼び名なんですね。彼は金属製の
ドクロ仮面をつけていて、ドクロマスクをつけていて、肩に何ですかね、これ GoPro のようなアクションカメラを装着して、殺人場面を撮影しながら、その映像を警察に送りつけているんですね。悪趣味。主人公の女性は棺桶の中で目を覚ますんですよ。なんとか棺桶から這い出てみると、そこは遺体安置所のようなんですね。薬の影響なのか、どうして自分がこんなところにいるのか、そもそも自分が誰なのか、名前すらも思い出せない、記憶が曖昧になっている。そんな時、ドクロマスクの男、メタルクロムに襲われます。なんとか反撃して、クロムスカルに、メタルクロムに、クロムスカルにダメージを負わせると、彼女は外に飛び出して、偶然通りかかったタッカーという男性の車に乗せてもらいます。で、タッカーの自宅で、彼の妻シンディに、まあ、いろいろと事情も説明するんですけども、まあ薬のね、車のガソリンもないし、この家電話通じてないのよと、まあ明日の朝に保安事務所に連れてってあげるからってことになって、まあそこでね、寝泊まりさせてもらうことになるんですね。しかしそこもクロムスカルに襲撃されて、奥さんシンディが殺されてしまいます。命からがらタッカーと逃げ出した主人公は、近所に住むパソコンオタクのスティーブンの家を訪れて、ネットを使ってクロムスカルについて調べるんですよ。さっさと警察に電話しろよって話なんだけど、なぜかそうしない。確かこの家にも電話が通じてなかったのかな。そして今度は3人で警察の留置所に向かいます。やっと警察行くんですよ。しかし保安官たちはそこで殺害されていました。もちろんクロムスカルの仕業ですよ。なんとか逃げ出した彼らは、今度はどういうわけか、主人公が閉じ込められていた棺桶が置いてあった死体安置所に向かいます。いやいやいや、さっさと他の警察に通報しろよって話なんだけど、どういうわけか主人公はここに来れば記憶が戻るかもしれないと言い出します。もちろんそこにもクロムスカルが現れるんですね。果たして彼らはクロムスカルから逃げ切ることができるのかみたいな、そんな内容になっておりました。それではこれから詳しくレビューしていくわけなんですけども、その前に映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきます。映画クロムスカル、評価額はズバリ700円。制作、最近エクストリーム絡みの作品の評価が僕の中で妙に跳ねていて、好感度うなぎ登りだったんですけど、本作はそうだね、通常運転のエクストリームクオリティでしたね。やっぱりエクストリームはこうじゃなくちゃね。整合性や合理性無視の見せ物小屋的悪趣味ゴア描写の連発に情熱を燃やすおっさんたちが、なけなしの資産を投じて作り上げたエフラン大学偏差値並みのクオリティなんですけども、なんかね、こうどこか憎めないこの感じがいいですよね。今回はまあまあ可愛いというか、まあまあちょっと太めだけど可愛いというか、綺麗なヒロイン1人と、冴えないおっさん2人が、クロムスカルから逃げ回る展開なんだけど、こいつらと来たら警察に通報したら死ぬ病気か何かにかかっているのか、絶対通報しないんですよ。この現代において、電話を設置してないとかね、あと携帯があるのにどういうわけか繋がらないとか、そもそも通信手段があっても頑なに警察を頼ろうとしないんですね。で、意味不明に留置所とか死体安置所とかコンビニに立ち寄ることで我が身を危険にさらしていく、そんな連発なんですよ、連続なんですよ。なのに彼らはね、懲りずに寄り道をやめようとしないんですね。で、よくよく考えてみたら、この映画14年前の映画ということもあって、なんか携帯がね、ガラケーなんですよ。そうだね、まだ14年前って、iPhone とかスマートフォンとか普及してませんでしたかね。
いつでも逃げようと思えば逃げられる。なのに全然逃げないのはどうしてなんだというね。最初から整合性無視しているくせに、どうしてこの手のスラッシャーホラー映画に出てくる殺人鬼は不死身なのかという、まあ、僕たちのね、昔からの疑問にはこの絵がね、ちゃんと答えてくれているんですよ。ねえ、ジェイソンにしろ、マイケル・マイヤーズにしろ、致命傷を負っても奴ら復活するじゃないですか。そこはもはや突っ込みどころにもならないのに、この映画ではね、ちゃんと説明をしてくれているんですよ。クロムスカルは大怪我をすると、傷口を縫合したり、消毒したりして、きちんとね、自己治療してるんですね。治療キットを持参してるみたいなんですね。なるほど。ジェイソンもマイケル・マイヤーズも、僕たちの見えないところで、けなげにセルフケアしてるのかもしれませんね。デッドバイデイライトのサバイバーだって、フックに吊るされても、治療を受ければピンピンしてね、走り回っていますからね。こういうところにこだわりを持っているのは好感持てるんですけど、主人公たちの行動原理がガバガバなあたり、やっぱりね、この映画、バランス感覚がバグっているとしか言いようがありません。携帯があるのに使わないし、車に乗っているのに、なんかそのままね、隣町の警察署とかに行きゃいいのに、なんかこう、助けを求めようとしないわけですよ。なんか警察署が、最寄りの警察署がやたらと遠いとかいう設定なんですかね。だったらさ、他にも民家なんていくらでもあるんだから、助けを求めて飛び込んでいきゃいいじゃないのって思うんだけど、それもしようとしないんですよ。まあ、とにかく彼らはですね、殺人鬼の行動範囲から離れようとしないんですよね。だから殺人鬼も余裕で自己治療をできてしまうという流れなんですよ。本当バカですよね。治療ったって10分ぐらいはかかるわけだから、その間に車で移動すりゃかなり離れることができるはずなんですけどね。ただこの映画、ゴアシーンだけ、残酷描写だけはすごく力が入っていて、本作も様々な人体損壊シーンを見せてくれるんですよ。ゴアシーンに関しては、まあ、正直テリファーほどには派手さはないんですけど、それなりに作り込まれていて、ゴアメイクが好きな人には満足していただけるんじゃないかと思いますよ。まあ、逆言えば、ゴアシーン以外には見どころがありませんし、ストーリーは単調で、そもそもバカバカしすぎるので、まあ、どうすれば殺人鬼を撃退できるのかとか、奴から逃げられるのかといった考察は実に無意味です。最近は日本未公開だったテリファーがヒットして、急遽2作目を日本公開することになったこともあって、この手の行き過ぎグロホラーにエクストリームも注目したんでしょうね。探してみたら、うってつけだったのがこのクロムスカルというわけじゃないかな。なぜなら本作にはなんと続編もあるんですね。1作目、本国アメリカではそこそこヒットしたみたいなんですよ。で、テリファーブームに乗じて2匹目の土壌狙いという思惑があったのかもしれません。もっとも莫大な資金を投じて新作映画を制作して、どこぞのなんとか聖夜のように大爆死するようなリスクを負うよりは、この手のリバイバルとか発掘商法の方が手堅く儲かりますからね。そもそも昨今の円安で海外映画の買い付け額がめちゃくちゃ上がっているはずだから。でもこの映画ね、14年も前の映画で低予算映画だから、買い付けも、まあ新作映画に比べたら安く上げることができるから、その分リスクも小さいんでしょうね。で、この映画がね、当たればヒットすれば2作目がいけますからね。ただ残念ながら、2021年に監督さんね、亡くなっちゃったそうなんですよ。本当かどうかなのかよくわかりませんけど、3作目も予定されていたそうです。かわいちょ。まあ、個人的な感想としては、ゴアシーンはね、確かにすごいんですけど、まあ、大して物語が面白くないっていうのが正直なところですかね。登場人物たちが頭悪すぎる行動をとるのは、
この手のホラー映画の定番なので、まあ、そこはいいとしても、スリラーとしてがね、スリラーとしては凡庸なんですよね。ここにスリラーとしてのハラハラドキドキが加われば、それなりに楽しめたと思うんですよ。で、以前僕ホラー映画100本レビューという動画を作ってるんですけど、その1本目に紹介したミケーレ・スワビ監督のアクエリアスっていう作品があって、それがね、まさにその手の傑作だと思うんですよ。やりすぎゴアホラーなんだけど、スリラーとしてもめちゃくちゃ面白いというね、アクエリアスおすすめなんですけど、あ、そうだ。ね、エクストリームさん、アクエリアスどうですかね、今度、リバイバルで。DVD でも入手はまあまあ困難でしょうし、アクエリアス見たことがないホラーファンも多いと思うんですよ。結構ね、怖い映画だし、まあこのフクロウの仮面をかぶってるってことでインパクトありますしね。あとまたダリオ・アルジェント絡みじゃないですか。ミケール・ソワビといえば、監督のミケール・ソワビはダリオ・アルジェントのお弟子さんですからね。ちょっとね、演出もダリオ色が、ふんだんに盛り込まれているんですよ。で、アクエリアスはフクロウ仮面をかぶった殺人鬼なんですけども、ほんと容赦ないのね。もう執拗だし残虐だし、まあ、とにかく疲れを知らない、しつこい、必要、粘着質だから怖いんですよ。まあ、このクロムスカルもね、なかなかこうそういうところあるんですけど、まあ、若干おまぬけですよね。さっさととどめを刺したり殺せばいいのに、なんかよくわけのわかんない行動をとるから、そこで反撃を食らって大怪我しちゃうわけですよ。あと右肩にGoPro みたいな、ハンディカムみたいのをつけているわけなんですが、これあんまりね、意味はないんですよね。そんな物語にこの撮影が大きく関与してくるってことはなかったですかね。まあ14年前のマシンだから、今みたいな GoPro とはまたちょっと違うんですかね。そういえばね、カメラもあれになんか8ミリテープみたいな、こう今だったら普通カメラのこの保存媒体、このストレージの媒体って SD カードとかじゃないですか。これはね、なんかちょっと8ミリテープみたいなテープを使ってましたから、14年前のカメラってまだ SD カードとか使うようなカメラはなかったんですかね。ただ右肩にカメラをつけることで、ちょっとビジュアル的にもこう特徴が出てくるということで、まあ、今回ビデオカメラを採用したんだとは思いますけど、あんまりカメラで撮る意味がねなかったし、何だったんでしょうか。はい、まあそんなわけで、まあ、この映画がヒットすれば、まあ、2作目も公開してくれそうな感じではあるんですけど、公開初日金曜日、ヒューマントラストシネマの客入りは、そこまででもなかったかな。だから2作目はちょっと厳しいかもしれませんね。ガラガラではなかったけど、なんか大盛況という感じではなかったですね。どうなんだろう。まあ食人の族の時はもう本当に満席でしたけどね。まあゴールデンウィークっていうのもあったんでしょうけど、どうだろう。で、この映画2作目を見たいかと言われると、まあちょっと微妙かな。まあ、やればおそらく見には行くんでしょうけど、まあ熱望するというね、絶望するというわけでもありませんね。あとこの手のスラッシャー映画というと、キラーのね、殺人鬼のビジュアルも結構重要だと思うんですけど、どうですかね、この仮面。個人的には面白みがないかなっていう気がしましたね。古臭いというか、まあ、ドクロの仮面なんだけど、ただ特徴としては金属でできているっていうところですかね。でもただのね、ドクロのデザインですし、メタリックといえば、あのデモンズって映画でね、途中で出てくる顔にメタリックな、お面、仮面をつけたあの男ですよ。あちらの方がね、やっぱ不気味ですし、インパクトがありましたね。とまあこんな感じですかね。もうこっとかなんけん、このエクストリーム、これからもね、新作配給、まあ映画配給結構来ますけども、ほんとね、月に1本2本のペースで来てますから、
かなり精力的に展開しているということで、追っかけるこちらもなかなか大変ですよ。とはいえ、エクストリームの映画は僕のチャンネルの動画としては結構ネタになりますからね。ネタになるので結構ありがたいっちゃありがたいし、まあこういった C 級 D 級映画見るのも決して嫌いではないので、皆さんに紹介するのもなかなか楽しいですからね。今後も続けていきたいなと思いますということで、エクストリーム案件、動画今後もよろしくお願いいたします。以上ミステリー作家の七尾よしでした。バイバイ。